スーピー側チャンピオンクラウワンピー側時を待ってたぜチャレンジャーファイトワンアキラこの試合予想できますか。そうですね、ワンピー側のプレイヤーですが高段位のプレイヤーですから注目してみましょう。なるほど、スキルからフロンター、畳みかけるミドルキングヤコ、すげえ衣装終わった。まずは1本終わりましたが、スーピー側のプレイヤーですがコンボがよく決まっていて効率よくダメージを与えてましたね。なるほど、これで安心しないでとにかく攻め続けるしかないです。そうですね、最大ダメージに近い。うわ、ここで投げる。アキラ体力が全く減っていない。ここは抜けていった。ミヤコ避けて、受けられない。距離を置いて総攻撃、ミヤコ。これは切ない展開ですね。セットカウントは0-2ラウン、続けて日本選手。いやー、ワンピー側後がないですよ。第3ラウンドが始まりました。シュラハー効果山頂山、ミヤコ投げ抜けはない。ダウン攻撃、これは抜けた。投げ打ち、セットカウントは1-2。アキラ一本取り返した。ここから追いつけるか。ファイト4レディーゴー。第4ラウンドが始まりました。ここで投げる、リングアウト。セットカウントは2-2。アキラ安心しているんじゃないでしょうか。最終ラウンドまでもつれ込みましたね。レディー運命の第5ラウンドスタート。リボン長寿意地よろけろ、おりゃ床葬儀、おい畳みかける、いい抜けられない。意地ヤクオやった。振り返ってみていかがですか。気持ちが伝わってくる試合でした。ラウン勝利しました。御意見の前に敵はない。